皆様こんにちは、えー、合格発表を受けてレックからの緊急提言ということで、まあ、中小企業診断時平成29年度の2次です、ね、の本試験のまず筆記の、えー、結果発表が出ましたのでその結果を受けてですねちょっとあのコメントというかっていうのをさせていただきたいと思います。 担当はレクセニコ市中小企業診断士の黒川です。ではですね、えっと、まさに今日ですねあの平成29年度12月の8日、まあ、金曜日ということで,でついにです、ね、あの診断協会のまあホームページにも掲載がまあ出ましたというところですけれどもで、まあ、筆記ですね二次の筆記試験の結果がまあ出たというところですとでちょっとまあ背景にも映させていただいているんですけども、まあ まあ、申し込み者、ね、4200人ぐらいというところからの、まあ、合格、まあ、口実に受ける、まあ、事,事実上、まあ、合格者ですよね、の830人というところで、まあ、パーセンテージが19.4%という結果になったというところです。で、まああのー ここで受かれた人っていうところがまあ、ほぼまあ口実試験はですねまあ、ほぼあの通りますんでまあほぼほぼまあ中小級診断士になれたというふうに言っても過言ではないかなというところで830人の人がまあお,およそ今年のまあ診断士の合格者の全体というふうに言えるかなとでまあ受かれた人はまあほに今までですね かなり頑張ってきた結果というところもありますので、まあ、ぜひですね、あの祝杯というか、あのまずこう、まあ、自分に酔いしれる時間というか、っていうのもまあ作ってもいいかなというふうに思いますので、まあ、ぜひですねあの、合格した喜びをですね、いろいろこう、まあ、仲間たちと分かち合っていただいてというところですね。でただ、少なからずですね、やっぱりこの合格者の裏には、あのやっぱりこう不合格だった方っていうのがやっぱりいらっしゃいますんで、まあ、不合格だった方っていうのは、諦めずにですね、次に向かっていくというところで、今後何すればいいのかっていうところも の課題をですね、ぜひあのちゃんとあの反省点課題っていうのをしっかりとあの明確にしてですね、次に挑戦していってほしいなというふうに思います。で今回のちょっと結果をちょっとあのまあ、感想というか。 でで語るとですねやっぱりこう合格者数がちょっと想像よりもちょっと少なかったなっていうところですね。なので、ちょっとあの2 0に進む方の全体像が少なかったので、パーセンテージ的にですねもうちょっと上がるかなと思ってまんですね。で、大体やっぱりこう900人ぐらい、あのー、は合格者出すだろうというふうに予想はしてた。毎年のこう傾向的な、大体それぐらい900から、まあ、あの多いときは1000人超えるというところで、まあ、昔はもうちょっと少なかったので、ちょっと昔の。 もうちょっと前のですね平成十何年とかの水準にだんだんこうなってきてるかなっていうところですねなのでもうちょっとこうまあ受ける2次に進んでる人が少ない分合格者がもうちょっと900人とか950人ぐらい出てでここのパーセンテージがもっと二十何パーセントぐらいになるであろうっていうふうに思ってたんですけど思ったよりですねちょっと厳しかったなって感じですね なので、ちょっとですね19.4%、結構厳しめにちゃんとつけたなっていうところでもうちょっとこうかさ上げ措置とかあの得点調整があ,のあるのかなと思ったんですけどちょっとですねやや絞ったなって感じですね。なので、まあ、実際にはおそらくですけど、まあ、事例4の財務会計ですね財務会計でちょっとあ,のあんまりこう得点調整が大きくされなかったんじゃないかなっていうところがあってですね でそこのやっぱりこう財務会計苦手だった人はもしかしたらちょっと、あのー、合格できてなかった可能性が高いかなっていうところですね。まあ、よりこう、まあ、昔からそうなんですけどやっぱ財務っていうところのこう重きを置いてる割合がです、ね、やっぱりでかいですよね。財務会計得意な人が受かりやすいっていう傾向は、まあ、昔から今も変わってないかなっていうところです。でまあ、今回に いたって言えば、まあ、ちょっと、あのー、合格者数が少なかったというところで、まあ、残念な思いをした人も、まあ、逆に言うと多かったのかなというところで、まあ、その悔しさをですね諦めず諦めるっていうところにこう変えてしまわずにですねちゃんと向き合っていただいて、まあ、試験とせっかく今までこうやってきたというところで,で2時までやっぱ進めるっていうところはやっぱりなかなかあの普通,通常ではない能力を持ってるっていうところもありますし。で今までこう普通の人より 以上に、ね、やっぱ努力してきたはずなんですよねなのにで、ここでちょっとまああの残念だったからといって、ちょっと諦めてほしくないなというふうに思いますので、ちょっとまああのー、最後まであのー、中小企業診断士になるまでですね、なるまでというか、まあ、なること自体がまあスタートラインというふうに考えていただいて、まあ、あのー、頑張ってほしいなというふうに思います。で まああのー、ちょっと、まあ、励ましというか、あのー、なんですけど、まあ、私自身もです、ねまあ、中小中心なし、平成17年度に合格したんですけども、平成16年で一次試験を受かりまして、一回やっぱ落ちましたとで、私自身もこの合格者の中に、この二次のこの結果の中にです、ね、やっぱ入らなかったっていう経験が一回ありますし、でその時やっぱり悔しいんですよね、相当悔しい思いをしましたと、でまあ、多分まあ入らないんだろうなと。 明確にまあ受かったなっていうふうに思ってなかったんで当然なのでまああの受からなかったことがまあ当たり前みたいなふうにも受け取れはしたんですけどもやっぱりそこで思ったのがあの次ですねやっぱりいかにして次受かるかというところですでなので診断士としてですねもう次の試験で受かるっていうところがやっぱり大事だったなとたまたま私の場合なんかこう自然とそういう気持ちになれたので良かったんですけどやっぱりこう いつか受かればいいかなぐらいの気持ちだとですねちょっとやっぱり弱いと思います。なんでもう本当にもうあ次の試験、次の試験で確実に受かると。で、ここでもしあのダメでですね、一次試験からやり直すっていう人もいると思いますね。なんですけど、そ,その関係ないですから、あの一次試験も今までやってきた流れですであので、何回もやれば一次試験は確実にもう突破は簡単になってきますというところで、まあ、もし1次からやり直しの人、 痛い,いものですね、いても、ちゃんと次の試験で1時も受かって、2時まで受かるというぐらいの、まあ、準備ですね、をしていってほしいなというふうに思います。ということで、誰しもがやっぱ悔しい思いをするんですで、ストレートで受かる人の方が、もう圧倒的に数少ないですんで、あの中小企業診断士になってる人、合格者の大,大多数は、もう一回落ちてるんですよ、落ちた経験がやっぱありますと。 で、落ちて落ちて諦めずにやってきたからこそ中小企業新人になってるわけですね。っていうのが実態なんですね。ということで、あのー、まあ、ここの結果だけじゃなく、今年の結果は、まあ、しょうがなかったと。ただ、まあ、反省点がやっぱり逆に言うと、あのー、出てきたと。で、それを生かした上で、しっかり勉強して、次の年で受かればいいというふうになると思いますんで、あのー、まだまだですね、チャンスは、まあ、毎年チャンスがありますからね。ということで、あのー、やってっていただきたいなというふうに。 思いますということで、まあ、あのー、ちょっと実際まあこういう結果になったというのはもう事実ですので、ちょっと受け入れるしかないかなというところです。で、まずですね、あのー、お話としては、まずちょっと今のこの感想ですねをさせていただくのと、であとはあの受かった人ですね、受かった人に向けたお話と、まあ、残念ながらっていう人向けのお話をちょっとこの後させていただきたいなというふうに思います。 でまず受かった人ですね受かった人向けのまず話をちょっとさせていただくと、まずおめでとうございますというところで、でまああの次の公実試験が控えておりますというところで、公実試験対策をまあぜひしていただきたいなというふうに思います。公実試験はまあ、まあ、まあ本当に99.9%受かる試験ですので、まあ、とにかくちゃんとあの行って、当日行って、ちゃんとしゃべれれば受かりますと。 いう試験ですただし、あの受かり方なんですよねなんかこう、なんかもやもやとして気分悪く受かるよりかは、まあ、せっかくの国家試験ですごくやっぱり、今まで努力してきたあのー、ところですんで,で、かなり人生かけてる方もいらっしゃいますと、でせっかくであれば、気持ちよく受かってくださいというのが言いたいんですよね。で気持ちよく受かるためのやっぱり対策をしといていただきたいなと。 いうところで、本当に緊張でガチガチになってですね、何もこう口実で何も喋れなくて、で、なんか苦し紛れにこう出して、なんか突っ込まれたりして、なんか自分って全然なんかできないんかなとかっていうふうになんか落ち込んだ状態でなんか受かるよりかは、圧倒的にやっぱりいいですよね。気持ちよくちゃんと喋れて、で、あそうだよねとかっていうのをこう、まあ面接官の人にこう、まあ伝えることができて、で、まあそれで合格通知を得た方が、まあ圧倒的にやっぱりその後も気持ちいいですし、 でその後に控えている実務補修、ね、に関しても、まあ、あのすっきりした気持ちで臨めるかなというふうに思います。なので、口実対策はしてほしいと。で対策の、まずあの大きくま2つあって、ですね、ちゃんと事例研究をすることっていうのと、あとはしゃべりのトレーニングですね、この2つですと。で、事例研究は、やっぱりこの今回、妊娠の筆記試験で、まあ、解いた問題です、ね、をしっかり分析してほしいんですよ。 で分析してほしくてで、自分の中でいろんなこう、あのー、なんですかね、ちゃんとこう企業のイメージがきっちりこうあの頭に残ってるような感じその、暗記じゃなくてですね、暗記じゃなくて、もう自然にもう何回も何回も読み込んで、何回もこの企業について考え抜いてるからこそ、もう自然に頭に入ってるぐらいの形です。それがもう本当にベストです。なので、もう本当に毎日のルーチンみたいな感じでやっちゃうとですね、あのー、事例を見る。 ことがあのルーチンになって、全然なんか頭に入ってきてなかったりすることもあると思うんで、ちゃんと頭に入れるってことですねで。しっかりこの企業について考えるってことです。で、コンサルをするんですね。コンサルをするっていう目線で、その企業、事例企業のまあ4つ、事例1、2、3、4について考え抜いておくってことがすごくやっぱり大事です。で、あのー、問われる、その、なんですかね、あのー、口実で問われる。 問いに関しては、まあ、この質問ですね。今回の筆記の質問以外のあの切り口でやっぱり聞かれてきますんで、しっかり固めとくってところですね。それはもう。 まあ何答えてもいいんですんで、もう本当に自分なりの解釈をしっかりしておくと。でこの企業はどういう企業なのか、まあ、類似する企業とかを、まあ、インターネットとか見つけ出したりとかして、でその企業はどういうふうになっているのかなとか、自分がコンサルタントとして、まあ、入りましたと、そういう相談を受けたとしたら、じゃあどういうふうにしていくのかなとかっていうのを、まあ、考えておくっていうところが大事ですね。なので、その事例企業の状況なり、でそれに対する自分の考えなりっていうのをしっかりこう生み出しておいて、 整理しておくと。で、その整理しておけば、あのまあ、ポッと聞かれたときにポッと返せるということですね。なので、その事例研究ですね。研究っていうのは、まあ、単にこう、予見文見るだけじゃないということですね。説問文見るだけじゃないと。で、再現答案作るだけじゃないというところですね。が大事ですので、まあ、自分なりにいろんな角度からこう考え抜いておくということが、まあ、大事になりますと。で、プラス、あと知識ですね。 知識面についてですね、やっぱ聞かれるんですよ。で、その事例企業の中で出てくるような周辺知識に関しては、もう一回、こう、一次試験知識をですね、やっぱり再確認しておいていただいて、で、ちょっと、あの、ちゃんとですね、あの、なんですかね、用語の意味だとか、で使われ方だとか、この企業に置き換えたときにどうなるのかって、もう一回ちょっと再復習はしておいてくださいという感じです。で、特にその苦手事例ですね、特に点数が低かったものを重点的に聞くような。 傾向ががああるっぽいといとう噂がありますんでなので特に苦手だなって思ってる事例ほどやっぱちょっと強めにというか手厚めにですねあの対策はしておいていただいた方がまあどっちかっていうといいかなというふうに思いますんで。 まあちょっとそんなふうにですね、あの、まずは事例復習と、で、知識ですね、の補填というか復習ですね、それも復習という感じでやっておいてくださいと。で、それでも気持ちよく受かってですね、まあ、晴れて、この中小気を診断しということで、まあ、なっていただきたいなというふうに思います。 で、その後まあ、あのー、まあ、都内在住の方、中心になっちゃうかもしれないですけども、まあ、合格祝賀会とかですね、まあ、レックで用意しているものがありますので、まあ、ぜひですね、あの、出ていただいて、で、まあ、そこで、まあ、ああのー、うまい酒と、まあ、酒が出るかわかんないですけどね、あのー、を、ちょっと、 トップにあのー、なんか構えながらちょっと一緒同じ合格者とちょっと、あのー、分かち合うということをやっていただきながらしかもまあ講師も参加しますんでちょっと講師ともですねまああのその時は話せなかったなんかこうまあ後話というか,なんか後日談みたいなやつとかですねあのいろいろですね積もる話があると思いますんで是非していただきたいなというふうに思います。 まあ本当にですね、あのーまあ、しばらくの間は、まあ、合格した喜びに浸っていただいて、でまあ、私もかなりやっぱり浸りましたね、で正直、自分がこんなにこう頑張ったっていうのも初めてだったというか、あの大学の受験勉強よりもやっぱりこう頑張ったなっていう気がしますので、人生ながらこんなに勉強したのは、もう本当に初めてっていうぐらい、中小休止年始の試験を通じて、やっぱり勉強したと。 いうのはありますで皆さんもまあそれに近いものはあると思います。でかなりやっぱり努力した方はかなり努力してるというところでまああのその頑張りをですねあの自分で自分を褒めるとなかなかないですからね自分で自分を褒めるという機会っていうのはなかなか人生の長い人生の中でもないと思いますんで是非、まあ、褒めてあげていただいてでまあうぬぼれていただくとでいうぐらいの別に許される期間ですので、まあ、それをちょっとしてあげてですね。で まあその受かった後の人生についてちょっとあのゆっくり考えてみていただきたいなというふうに思います。まあ独立される方、で、企業に残られる方、またはその転職される方、まあいろいろまあおられると思いますが、まあそれぞれですね、まあいろんなこう道があるにしても、やっぱりその中でやっぱり中小企業診断士っていうものが一生関わってきますからね、一生関わってくる、まあ相方みたいな、相棒みたいな存在としてですね、 あのまあ、ついてくるものになりますのでそれをどういうふうに扱うのかっていうところですねそ,その扱い方についてですねやっぱりこうまあ考えていただくというところですねまあ,あのプラスの未来というかあの輝かしい未来をですねぜひですねあの想像していただきながら、まあ、中小企業診断士っていうものの可能性をですね、まあ、ぜひですねあの考えていっていただきたいなというふうに思います、まあ、というのがまあ,あの合格者の話です でまあ、一方でということで本当にもう合格するか不合格かっていうこのもう2極なんですよねですごくやっぱ合格した人にはこう、まあ、未来が待ってるで不合格だった方にはもうまた受験かというところの本当にもう運命の差というかもう全然もう真っ二つな人生になってしまいますんで,でそこはですねあの受け入れるしかないですねまずはあの不合格だった方はもう受け入れるしかないですともうなぜとかじゃないですともう受け入れるしかないと。 でまずは不合格であることの事実を受け止めるでそこからですね、次受かるためにどうすればいいかを考えるというところです、ね、が大事になりますで、あのー、やってれば必ずやっぱ合格する中にはやっぱ入りますで必ずやっぱ入ってきますので諦めない限り,です、ね、やっぱりこう入ってくるとで、まあ、中には時間かかる方もいらっしゃいます、まあ、5年10年 かかるでもやっぱりやってればやっぱり10年越しで受かったんだとかってまあお恥ずかしながら10年間かかりましたみたいな人もやっぱりいらっしゃいますねいらっしゃいますけどやっぱり受かったらその後の人生がそこからでもですねかなり充実したというか診断書を使って充実した人生っていうのがまあ待ってるはずですのでまあしっかりやっていただくというところですね。という形でまあ,あの未来をこうしっかり見据えながらですね諦めない気持ちというのが大事ですと。 でじゃあどうやってやるかっていうところでまずはですねあのー、その反省点というかなぜこうまあ不合格だったのかっていうところの次につなげるための要素っていうのをしっかり分析しないといけないですよね。でまずですねな何をするかっていうのでまあ、一次からやり直しの方は、まあ、一次試験からです、ね、しっかりあの確実に一次試験を今度突破するための,あの方法を見出す必要がありますと。でまあ なるべくなら、やっぱり苦手科目は底上げされた状態ですね。が、とにかくベストですし、で、せっかくやるんであれば、まあ、やっぱりこう財務会計ですね。財務会計が鍵になりますんで、まあ、一時から財務会計もう受け直すっていう方で、もし、その苦手、財務会計が苦手な方は、財務会計得意にした方がいいですで。1年間あれば十分得意になりますんで、あのー、今までやってきた積み重ね、プラス、この1年で一気にもう財務会計得意にすると。 でも診断士の財務会計なんて、もうそんな大したことないっていうぐらいに思っちゃっていいです。で今回、二次試験でちょっと若干連結とか、あのーまあ、診断士の枠を超えてんじゃないかっていうぐらいのところも出ちゃいましたけども、あんまり気にしなくていいですんで、あくまで診断士としての枠組みの中で、で今までの試験範囲も特にそんな大きく変動があるわけではないですというところで、まあ、今までのやり方で十分大丈夫ですと。で、しっかりこう、まあ、やり込むってことですね。財務会計に関してはも問題を解くと。 で問題量が足りてないと、やっぱりこの問題どうすればいいのかなとか、時間がかかっちゃって、で、解けるはずの問題が解ききれなかったとか、やっぱりそういうのがあるはずですので、そういったところです、ね、ちゃんと問題に慣れしておくっていうのが、まあ、とにかく全員共通で言えるあの、財務会計を得意にする鍵になりますと。 なんで、それをちょっとやってほしいなというところですね。財務を得意にすると。そうすると、一時も二時もあの受かりやすくなりますんで、まあ、圧倒的に絶対こう財務会計あの得意な人は受かりやすいですんで、まあ、そこはですね、やっぱ財務を得意にして、財務で点を稼ぐというのが確実です。という感じです。まあ、なんで、まあ、私自身もその財務が鍵だなと思ってたんで、まあ、あの日簿記検定でいうと、一級一級のところの該当する問題は、やっぱりこう問題集買ってきてやり込みましたね。 一、まあ、級を受かるためじゃなくて、の診断士に受かるための一級のテキスト、一級の問題集の中から診断士に出そうなところをピックアップして、で、やり込んだと。で、明らかに簿記一級の方が難しいんですよ、問題が。問題が細かく作られてて、難しいですし、なんで、それが解ければ診断士試験は絶対解けますという感じなので、まあ、そういうような対策をしてですねあの、結構徹底的にやったって感じですね、財務会計まあかなり時間を使ったという感じです。 でそのほか、ね、苦手科目はちゃんと底上げするという形で、まあ、一次試験を受か,り受かりやすくしつつ2次の対策も同時進行で進めますとでとにかくですねやっぱり過去問ですね過去,過去問をやり込むということで,でや,るやり方としてもとにかくただやるっていうことをあの目標にするんじゃなくと ここからここまでやろうっていうのをやっぱ目標にしないっていうようなスタンスで臨んでほしいなというふうに思いますでやることこなすことがやっぱなんかこう目標になっちゃう方がすごく多,多いんですねでなので入ってきてないんですよ全然こうなんかこう身に身に染みてないというかっていう感じの方がですね多くてやってもやっても努力してんのになんか成長してないっていう状態ですねがあの起きると でいう方っていうのが、まあ、その努力とその成績が比例しないっていうのは、やり方が絶対良くないんですね。でそういう方の大部分は 99.、99.9%はやり込むことを目標にしているんです。なので、の時間を使って勉強した気になっているんですね。で、した気になっているだけで頭に入ってきてないんですよ。で、それは一番良くないですし、時間の無駄なので、普通やれば頭に入るんですね。で、頭に入るっていうのも暗記することじゃないと。 記憶覚えるっていうことじゃないんですので理解するってことなんですねちゃんとしっかり理解するために考え抜くとで一番脳みそをもうフルに使い込んだ形で理解するということがまあ大事になってきますんで、まあ、そこをですねや,やっていくっていうところですねになりますということであのまずこの、ま、ず一次試験に関しては暗記よりも理解ですねに 特化するとということで、まあ、理解している過程の中でいつの間にか覚えているっていうぐらいが理想ですね。まあ、そんな感じで勉強していただく。で、二次試験に関しても、あのまあ、例えば過去の本試験問題を使って、で講師が作った模範解答がありますよね。で、あれがなんでこうなっているのかっていうのを徹底的にやっぱかかあの考え抜くというところですね。がすごくやっぱり大事で、でこの事例級はこうだからこうだっていうのを、 でまあ頭の中で考えてもいいですし自分なりにこう図解とかしてですねちょっとこう、まあ、ラフな絵でもいいですという感じで整理してみてでですねで事例整理シート使ってもいいですし使わなくてもいいですという感じでもうとにかくいろんな形でですね考え抜くということですそれが大事でそれを持ってで自分なりのこうじゃあ自分だったらこう書くなっていう自分の文章 自分の文章でちょっと回答を作ってみるというようなことをしたりしてですね。で、この文章で書ければまあ受かるかなとかっていうような感じですね。結構やっぱ納得感のある回答であれば割とこう評価は高いはずですので、まあ、それをしていただくってところですね。になります。で、それがですね、やっぱこう判断がなかなかつかないっていう場合に、じゃあ自分の回答がどう評価されてるのかっていうのもやっぱり、まあ、知っておく必要がありますので、協、まあ、会の評価ですね。 まあ A B C D で出ますんで、それも参考にしていただきながら、なんでこれ A なのか、なんで B なのか、なんで C なのかとかっていうのを、こうやっぱりこう自分なりにちゃんと考えるっていうところですね。それがまあ大事になってくるきます。で、ちゃんとこうこういう回答をすれば受かるんだなっていうこうまあ。 合格答案の像がですね、やっぱりこう見える形に、まあ、自分の中でですね、やっぱり持ってないとなかなかこう目指すべきものっていうのがブレちゃいますんで、どこを目指してどういうふうに勉強すればいいのか分かんないという状態になっちゃいますと。でなので、そこをしっかりはっきりとさせつつですねで、そこに向かうためにどうすればいいかっていうところをこう徹底的にやり込むという感じです。なんで、やっぱり、あのー、そんな感じですね。まずは評価ですね。評価を参考にしながらとか。 っていうところを見てですね、あの自分自身の回答っていうのは客観的にどういうふうに見られてるのかなっていうところもあの参考にしながら、じゃあどういう回答がいいのかっていうところをもう徹底的にあぶり出していくという感じです。で、その作業を徹底的にやればですね、あの必ずやあの合格とはに近づいてきますんで、まあそういった形でですね、あのぜひやっていただいて、で、まあ来年こそですね、まあ、この合格者、ここの中ですね、この人数の中にこうちゃんとしっかり入り込むっていうことですね。 で入り込んでいただいてで、まあ、次の来年の本試験で確実にやっぱ合格するというふうに持っていってほしいなというふうに思います。でそれをやっぱりこうまあ まあ独自にというか1、まああのー、人でこなすのはやっぱりこう大変だと思いますんで、まああのでレックとしてもやっぱり、まあ、受験校としてですねやっぱりこうそこは徹底的にサポートしたいなという,ふうに思いますんで、まああので相談ベースでもまず構いませんとで相談していただいてもいいですし、まあ、レックの各視点ですね。 に来てていい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 ただいてももいもいででででですすすし、し、電話メールかなんかでもいいですとでとにかくこう、まあ、今のご自身の状況だとか今後どうすればいいのかとかっていう話だとか、まあ、そういうのもまあお聞きしますしじゃあどういうような、まあ、例えばまあ講座講座としてこういうのを取った方がいいんじゃないですかっていうのはやっぱりこう個別個別にやっぱりこう経験者になってくるとやっぱ違うんですよね違うので一人一人まあカスタマイズした形でですね、やっぱこ,うあのこちらからもアドバイスというか まあこういうのがいいんじゃないですかというのは、まあ、お伝えできると思いますので、ちょっとそういったところですね、まずは相談していただいて、で、まあ、最適なちょっと講座ですね、をご案内させていただきますと。で、まあ、まあ、宣伝してるわけじゃないんですけど、あの合格するためにということですね。で独学だときついと思いますので,で、なので、そういったところですね、まあ、頼っていただくと。頼る部分は頼っていただいて、で、まあ、 試験についてですねやっぱり熟知してるのは、まあ、こちらの講師陣の方がやっぱり圧倒的に熟知してますんで、まあ、そういったところからですね、えー、まあこういうような、あのーまあ、言えるアドバイスとしてですねやっぱりいろいろサポートしていきたいなというふうに思っておりますと。ということで、まああのーまあ、レックでもいいですし、まあ、他校でもいいですし何、あのー、ですかねこう、まあ、まずはそうちゃんとしっかり来年度ですねの本試験で受かるための。 まず動きっていうのをし始めていただきたいなというふうに思います。でかつでこの年内ですねなるべく年内のうちにこう今回の本試験の反省っていうのを、まあ、しっかりしていただいてで来年どうすればいいのかっていうところですねしっかりこう決めるというところですねをまずはですねやってほしいなというところになります。 でまあ、受かった人のですね、周りに受かった方がいればですね、ま徹底的にじゃあんで受かったのかとかっていうのも聞いたりとか、やっぱり受験仲間っていうのが、まあ、いるっていうのはまあ強みですよね、だと思いますんで、まあ、あの聞いてみるっていうのもありですし、でもしわかんないっていうのがあればですね、まあ、聞いていただくと、まあ、レックに来てたいただいてという感じですねあの、いろいろ相談していただきたいなというふうに思います。ということで、あの、まあのま今回、あのこの筆記の 結果がまあ残念ながらという方がまあちょっと多かったかなっていうところではあるんですが、まああのー、受かった方はですね、あのー、このまあ難しい難しい年度でまあよくぞ受かったというところですし、まあ、受かれなかった方はですね、まあ、悔しい思いをですね次,の次につなげる糧にですねしていただいてで必ずですね次の本試験でまあ受かっていただきたいなというふうに 思いますということで、まあ、中小級業診断士ですねなかなかやっぱりあの国家試験になってでさらにこう難しくなってというところで、まあ、どんどんこうまああのー、まあ人、まあ、段落はしてきましたけども、まあ、どんどんこう人気資格にこう上り詰めてですねですごくやっぱり競争も激しくなってきてるという中でやっぱりこう専門的知識を持つこの国家資格 社としての中小企業診断士はやっぱりこう国としての期待も大きいですので、まあ、どうしてもやっぱり合格者数は少なくなってしまいますとでその中でやっぱり数少ないこの中小企業診断士として受かるというところがすごくやっぱりこう、まあ、一,つ一つのこう、まあ、重要な要素になっていきますのでそれがステータスなんですよねになりますと。 いうところでまあ、そこをですねあのー、目指せるように受、まあ、かれるようにですねぜひとも頑張っていっていただきたいなというふうに思います。 でではですねまあそんなところで、でまあ具体的なですね、今後どうすればいいのかっていうお話ですね、まあも,もちろんあの受かった方もですね、受かった方も今後ちょっと独立したいんだけど,ど、どうすればいいんですかとか、どうやって仕事を取ればいいんですかとか、まあ、そういうご相談とかも、まあ私であれば全然受けますし、あのな何々とですね、いろいろですね、あの情報交換だけでもとかっていうのもまあありですし、受かった方も受かれなかった方もですね、まあいろいろですね、あのいろんなところですね、コンタクト取っていただいたりとか、まあいろいろですね、 人と人とのつな、まあ、がりを作っていったりだとかで、診断協会入った方がいいんですかとかあの、入らなくてもいいんですかとか、まあ、いろいろ情報はあると思います,んでです、ね、あので、そういったところですを、ね、ぜひあのいろいろ会話をしながらです、ね、コミュニケーションをとってです、ねあの、みんな仲間ですので、中小企業主任たちは仲間ですね、受かってなくても受験生もあの受かった方もみんな仲間ですので、まあ、そういったところですね、あのいろいろ。 まあ、接点を持ちながらですね、ぜひやっていきたいなというふうに、まあ私はそう思ってますという感じです。ということで、まあなので、まあ今回の,あの筆記の合格発表ということを受けましてですね、まあ,あの感想と、で、合格者へのメッセージと、あの不合格だった方へのメッセージということで、ちょっとお伝えさせていただきましたというところです。で、まあこれ以外の、まあ、あの、 細かいところのお話はですね、まあ、ぜひですね、あのー、先ほども言いました、まあ、接点を持ってというところで、まあ、具体的なお話は、まあ、実際にお会いしたりだとか、まああのー、何でもどんな形もいいですんで、まああのー、個別でですね、なんかこうできたらいいなというふうに思っております。ということで、ま,ああのー、まずは、えー このような形でですね、あの緊急提言ということであの、お伝えさせていただくお話としては以上というふうになります。じゃあですね、あのまあ、どうもあのご視聴いただきまして、ありがとうございましたということで、でまあ、今後の,です、ね、あの,この進み方についてですね、進退について、ぜひご検討いただきたいなというふうに思います。では以上です。どうもお疲れ様でした。